今回はもうこの番組一押しのおすすめスポットは長崎のハウステンボスですね。ハウステンボスから今日も横山明夫さんにお越しいただきました。横山さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうここのところずっとハウステンボスはお花がいっぱいだよっていう話をね、しばらくしてますね、はい、バラ祭りの話もしておりましたし、はい、ずっと綺麗なんですよ、ハウステンボス。あ、行ったことありますか、皆さん。あります。最近ない、最近ない。十何年も前ですけど。横山さん、十何年も前ですって。え、富田さんは十何年前。そうですね、私も高校生の時なんで十何年前ですね。十何年前ですか。十何年前だと思います。十何年前ですね、はいはい、で、十何年前しか行ったことないですよ。ダメですね。ダメです ね、 めっちゃ変わってます。今すごいんです。今一番熱いスポットがハウステンボスです。これ間違いないと思います。ね、今この地方からも本当にたくさんの方が、ねね、うん、訪れていて大人気スポットなんですが、何がすごいって、本当にいろんな方たちが楽しめる、家族みんなで行って楽しめる。そうですね、うん、もうおじいちゃんおばあちゃんからお子様まで楽しめるような施設になってます。ビューポイントと一緒ですよ、ね、アドベンチャーパークみたいなのもあるんですね。そうです、そうです、うん、アスレチックランドみたいな。ちっちゃい子たちがこう走り回るような感じ、うん、そうです、そうです、走り回れるよう な感じにもなってるんですか、うん、なってます。公園のすごいのみたいなのももちろんありますし、お花が咲き乱れてて、で癒されるところもありますし、美味しいものが食べられる場所もありますし、もちろん素敵なホテルもありますし、何もかもそこで揃うのがハウステンボスなんですね。これでよろしいですか。はい、100点満点です。ね、もう私すごく詳しくなりました。行ってないのに。歌劇団もあるんですね。うん、歌劇団は。そうなんです。歌劇団、過激な人たち。いやいやいや、その過激じゃなくてですね、歌劇ですね。はい、宝塚みたいな、うん、宝塚歌劇団の OB の方が、うん、ハウステンボス歌劇団を作りまして、で今学生もいます。え、どういうことですか。宝塚歌劇団と同じような作り込みで、ハウステンボス学校を作って、そこから育ててまた出すっていう、それがスタートしました。え、なんていう名前ですか。ハウステンボス、ハウステンボス歌劇団。そのまんま。そうです、そうです。で、じゃあハウステンボス歌劇団に入りたい人たちが学生でまだ学ん で、 で、うん、でまたそこから成長すると、皆様の前に披露するっていうこと。へえ、すごいですね。男役とか女役とかそういう感じなんですか。そうです、そうです。男女？だん、いや、女性ですよね、宝塚です。そうです、そうです。そうですか。本当にね、いろんな新しいことをしているんですよ。で、そのハウステンボス、実は今日から、今日からアジサイ祭りですね。6月7日。これもすごいんですよね。いや、これもすごいんです。どんなですか。しかも今年も、今年がもっとすごいのがですね、はい、品種が、パンフレットを見ていただければ分かるんですけど、これですね、はい、日本最多品種650品種とパンフレットには書いてあります。パンフレットには書いてありますよ。そう、アジサイ大好き。今いい質問が出ましたね。そう、書いてあります。そんなにあるんですか。はい、さらにうちのスタッフがですね、パンフレットが出来上がった後も、日本中世界中を走り回って、なんと150品種をさらに積み増しました。で800品種で、開催をします。800品種もあるんですか。ってこれもうパンフレット作り替えなきゃ。シール貼ったら800ってなんかびっくりマークかなんかつけて。そうなんですよ。すごいじゃないですか。800品種来たらアジサイ博士になります。多分私たちが見たこともないような、いわゆる私たちが知ってるアジサイってこう大きくちっちゃいお花の集まりが大きくバーッとなっているあれですけど、そんなイメージじゃないアジサイもいっぱいあるんでしょうね。ありますよ。ありがとうっていう名前のアジサイもありますし、星花火っていう、これアジサイじゃないだろうっていうような形の、ね、星花火は丸くないですもんね、うん、星のね、うん、そうですね、星の形っていうか、綺麗な名前、星花火なんて歌ができそうですね。いやいや、すいません、なんかこういう花火、星花火みたいな素敵な歌が。そう、へえ、
素敵。すごいですよ。800品種で、うん、この、 あのハウステンボスの中の見どころっていうのは、はい、あの実は三大スポットっていうふうに設定してまして、はい、一つはですねアジサイロードっていうところが、うん、ハウステンボスの一番奥に宮殿がありまして、パレスハウステンボスというですね、はい、そこに、行く参道がありまして、はい、そこの斜面にですね約200メーター、うん、アジサイを見るためだけの散歩道を作りました。素敵。もうぜひここは散歩してないかんですね、うん、そうですね、いかんですよ、いかんですね、はい、あのアジサイに包まれたような感覚になりますね、ここ通ったら。まず一つ目はそのアジサイロード、うん、そうです。そして二つ目は、二つ目はですね音楽とアジサイの広場と、何ですかそれは。ハウステンボスのほぼ中心にですね、うん、アムステルダム広場っていう広場があるんですけど、はい、そこにはアジサイもたくさんあるんですが、うん、あの生演奏をします。はい、あの演者がいっぱいいます。でなおかつ、うん、そこではお食事も楽しめますと。へえ、屋外ですよね。屋外です。はい、でハウステンボスはあの普通テーマパークだったら、うん、CD を鳴らしたりカラオケ鳴らしたりするんですけど、うん、生演奏です。素敵。そうなんですよ。そういうこだわりが。そうですそうです、ね、うん、花ももちろんあの聖火ですから香りも一緒に包まれながら、うんうん、生の音楽を楽しんで、そしてお食事はちょっとアルコールなんかももちろん楽しめるっていう。そうですそうです。そう、ここはね何がいいって、あの泊まりで行けばあの移動の心配もないんで、酔っ払ったらそこで、ね、お家に入って寝ればいいんですもんね。でもこれおじいちゃんおばあちゃんとか一緒に行ってもこういう生演奏とかあったりすると楽しめそうですよね。本当にそうなんですよね。音楽とアジサイの広場。そうですね。そして3つ目はアジサイの館といいまして、うん、まあ、今アジサイのホテルっても言うんですけども、はい、あの園内にホテルヨーロッパっていうですねちょっと最高級ホテルがあるんですけど、うん、あのそこのロビーがこの時期はアジサイだらけです。出た、アジサイだらけ。あまり美しくない表現ですけど、アジサイマルケです。アジサイまみれです。まみれですね。至る所アジサイ。そうなんですよ。いやー綺麗ですね。すごい綺麗にあのデコレーションしますので、写真スポットもいっぱいありそうですよね。ね、本当本当写真撮りたくなりますよね。うん、ホテルヨーロッパ、なんかそのアジサイロード、音楽とアジサイの広場、アムステルダム広場ですか。うん、そしてアジサイの館、ホテルヨーロッパ。そうですね、ここが三大スポット、ね、スポットですね、うん、でもハウステンボスはまだまだこれだけじゃないですもんね。そうなんです。昼のアジサイだけじゃないですよね。あ、いいとこ言いますね。知ってますよ。どれだけ私ハウステンボスのことを喋ってると思ってるんですか。そうなんですよ、昼だけじゃないんです。はい、夜も楽しめます。そうなんです。はい、なんとですね、うん、この冬、光の王国という1000万球のイルミネーションということで、うん、すごく一大旋風を巻き起こしたんですが、クリスマスからずっとすごかったですね。本当、うん、ホテルが取れないぐらい、うんうん、すっごい話題だったんです。うん、そうなんですよ。それをなんと初夏夏秋という形でですね、365夜ロマンチックと、やったっていうことは1年間、うん、冬だけじゃないよ、ノンストップで光らせますと。すごい。光らせてください、ロマンチックにしますと。それは素敵。ね、ただですね、はい、冬の、 あの1000万球 の、 あのイルミネーションとは違うのは、はい、あのイルミネーションという、建物に電球をつけて、うん、冬は光らせるんですね、はい、キラッキラに、うん、でこの夏場秋に関してはあのライトアップ、間接照明で建物を照らすという風なのをメインにやります。なんで光の種類がちょっと違うんですね。でそっちの方がちょっとやあの優しい感じの光にします。だからそうやって全部一緒だったらいつ来ても一緒になっちゃうけど、そうなんです。そうじゃなくって今しか見られないものを見てもらおうと。そうなんです。そして冬は冬でまた来てもらおうということですね。そうなんです、そうなんですよ。さすがですね。でもすごい、何ですか、今話題のプロジェクションマッピングとか、そうですそうです、ね、イルミネーション、ライトアップ、そういったもので飾られるわけですね。うん、そうなんですよ。でこの光の王国をやろうと、あの冬以外にもやろうという発端になったのがですね、うん、はい、全国にあの4000人ぐらい夜景鑑定士っておられるんですよ。へ、うん、初めて聞きました。うん、
夜景鑑定士。そうなんですよ。その夜景鑑定士の方が、うん、全国イルミネーションランキングの総合エンターテイメント部門で1位はハウステンボスだと。いうのをもう言っていただいたんで。すごい、うん。じゃあもうこれやるしかないと。そうです。やるしかない。そうです。夜景はハウステンボスだという感じで急遽やります。いやでもすごい嬉しいですそれって。うんまあ、お墨付きのこの夜景ですけど、やっぱりね泊まったりすると夜も楽しみたいですし、うん、こういう楽しみがあればとやっぱり泊まろうかなっていう気になりますしね。なりますね。ね、うん、すごいですねこれは。光の王国が一年中楽しめるようになりました。嬉しい。しかも美味しいものもいっぱいありますもんね。そうですね、はい、実は前回の放送の時は、うん、美味しいお土産を持ってきたんですよ。そうなんです。あらあなんで今日はないんですかなんで今日はないんですかすっごい美味しかったですね。チーズケーキもチーズもね、そう、チーズにお醤油をかけて、ええでしょ、おかかとネギをかけて冷ややっこにしてチーズを食べるんです。もうそれ用のクリームチーズで、そういえばそれ、そう、そう、それ用のお醤油もね、うん、ついてて、そうなんですよ。そんなのをいただいたりしましたが、そういう美味しいものがいっぱいあるハウステンボスはですね、花で楽しめる、はい、あとアトラクションで楽しめる、はい、夜景で楽しめる、はい、音楽で楽しめると、4つ、そして食事で楽しめる。昼も夜も5つのポイントで お祭りみたいですよね。当たり前じゃないですか。もう横山さんだってコンビですよ。横山ひらのコンビですよ。横山ホットブラザーズですよ。なんならそうなんですよ。その5つのポイントで超充実なんですよね。うん、なんで3世代みんなで楽しめるテーマパークになりますので、これがいいですよね。だから家族の絆を強めるためには、うん、ハウステンボスっていう、素晴らしいですね。で100点満点ですでしょ、はい、本当におじいちゃんおばあちゃんも一緒に行ける場所ってなかなかないですもんね。でみんなが楽しめる、 それぞれが楽しめるっていうのがね、なかなかないですし、やっぱりお食事もすごい美味しそうですね。すごい美味しいんです。しかもお食事食べるのが美味しい、言ってないですけどねお食事美味しいだけじゃなくてお土産もいろいろあるんですよ、うん、そう、お土産もこだわってますもんね。だから楽しいですよ。行ってきてもらって待ってる側も楽しいですよ。うん、何を買ってきてくれるかって、はい、そういう楽しみもあります。だから今の時期はこの紫陽花祭り、紫陽花がずっと楽しめますけど、こっから先ねまた夏もいろいろありますもん ね、うん、ね、はい、夏のイベント、うん、今夏の仕込みをですね極秘にやってるんですけど、ほう、キーワードっていうのを決めまして、ええ、今回のキーワードはですね、はい、夏めきましょうと。ときめきじゃなくきらめきでもなく夏めき、夏めき、はい、夏とときめきを合体させるんですよね、はい、と夏だくになろうと。汗だくではなく夏だく正解。もう夏だくっていう言葉はちょっとアジサイマルケに通じるようなアジサイだらけに通じるようなちょっとこう、うん、分かりやすいベタな感じがいいですね。そうですね、夏めき夏だく、そうです、うん、つまり夏を思いっきり楽しめて、そうです、そうです、満喫できて、そうです、夏まみれになれるということです、ね、あ、いいですね、はい、もう一つ追加ですね、はい、夏まみれ、これこの番組限定でね名古屋限定で使ってください、夏まみれ、はい、そうですね、うん、なんで夏も夏で大いに期待していただければ、はい、ものすごく楽しいテーマパークなんでよろしくお願いします。夏まみれになりたいときはステンボスに行く、そうです、ステンボス水もありますからね、なんせ、そうです、船でね、そうです、ボートに乗ってホテルに、はい、チェックインするっていうね、すごい、そんなロマンチックな、だからね、ロマンチックもあるんですよ。なんか癒しとか安らぎだけじゃなくって、 そのロマンチックもあってちょっとワクワクもあるっていうね、そういうところが夏めきですね。夏めきですね。ないものがないですね。ないものない。本当だ。ないものあったら教えてくださいですよ。逆に聞きたいっていう感じですね。逆に聞きたい。ないものはなんだ。船にも乗れるんです。船にも乗れます。だからぜひ行って教えてください、どうだったかをね、はい、本当この地方の方々からぜひ今本当にたくさんの方が、そうですね、遊びに行っておりますので、この夏のイベント、まあ、この時期のね楽しみにハウステンボスプランの一つに入れてみてください。詳しいご案内、総合案内ナビダイヤルというのがあります。電話 0570-064-110 0570-064-110
110-110 ハウステンボスの総合案内ナビダイヤルまでお願いします。横山さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。